ベラルゴー氏が演じるドラキュラ伯爵吸血鬼映画、またはバンパイア映画、吸血鬼ものとは映画ジャンルの一つで吸血鬼を題材とした作品を指す。基本的にはホラー映画のサブジャンルだが、ドラマ、アクション、SF、ロマンス、コメディ、ファンタジー、時にゾンビ映画などに分類される作品も多い。吸血鬼映画は無性映画の時代から、 世界の映画界の定番であり、大衆文化における吸血鬼のイメージは長年にわたる映画での描写に強く基づいている。数多くの映画作品において吸血鬼は人の生き地を好み、また他者を操る能力を持つなど設定は共通している。中には太陽光によって滅ぶといった吸血鬼映画で確立された設定もある。最も人気のある。 原作小説は1897年のブラムストーカーによる吸血鬼ドラキュラであり、これまでに170以上のバージョンがある。ついで、1872年に出版されたシェリダンで、ファニーの小説、カーミラの映画化が続く。2005年までにドラキュラはシャーロック・ホームズを除く他のどのフィクションキャラクターよりも多くの映画の題材となっている。吸血鬼の ワンシーン初期の映画における吸血鬼はロバート・ジー・ビニョーラ監督の吸血鬼などがあり、この頃の吸血鬼は不死身ではなく、またバンプと呼ばれていた。このようなファム・ファタールは1897年にラドヤード・キップリングが書いたザ・ヴァンパイアという詩に触発されたものである。この詩は同年に展示されたフィリップ・バーン・ジョーンズの女性吸血鬼の絵を解説する形で書かれたものだった。 誘惑された男を描いた一編、エーフールゼアワズは、セダバラが当該の吸血鬼を演じた映画、グシャーリキのタイトルとして使われ、この詩は映画の宣伝にも使われた。不死身の貴族を初めて映画化したのは、間違いなくハンガリーの長編映画、ドラキュラ・ハローラだが、これはフィルムが現存していないとみなされている。1922年にドイツで制作された、 吸血鬼のスフェラトは、マックス・シュレックが恐ろしいオルロック伯爵を演じる、画期的な作品であり、本物の超自然的な吸血鬼が登場した。本作は、ブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラを本案したものであったが、権利者に無断の映画化であり、後に、ストーカーの相続人が訴訟を起こして勝訴し、すべてのネガとプリントの破棄が命じられた。現存するフィルムは、 1994年にヨーロッパの研究者チームによって発見された破棄を免れた古本のプリントを丹念に復元したものである。この映画のエンディングでは伝統的な心臓への食い打ちではなく太陽光によって吸血鬼が滅びるが、これは後の映画に大きな影響を与え一般的な吸血鬼伝説の一部に含まれるようになった。 吸血鬼伝説を扱った次の古典的作品は、ストーカーの吸血鬼ドラキュラを原作とした舞台劇の映画化であり、ベラルゴ氏がドラキュラ伯爵を演じたユニバーサルの魔人ドラキュラである。ルゴ氏の演技は非常に人気を博し、そのハンガリーなまりと大げさな身振りは今ではドラキュラ伯爵の特徴として定着している。ユニバーサルはこの5年後に続編となる女、 ドラキュラを公開し、さらに1943年には、ロンチェニー・ジュニア主演の続編、夜の悪魔が公開された。1931年の初作で明白に、滅ぼされたにもかかわらず、ドラキュラ伯爵は1940年代半ばに3つのユニバーサル映画で生き返った。ジョン・キャラダインがドラキュラ伯爵を演じたフランケンシュタインの館とドラキュラとセムシオンナ。 またルゴシが再びドラキュラを演じたデコボコフランケンシュタインの巻である。ルゴシは1930年代から1940年代にかけて他に2本の映画で吸血鬼を演じていたが、この最後の映画で2度目のドラキュラ伯爵をスクリーンで演じることとなった。クリストファー・リーが演じるドラキュラ伯爵その後、ドラキュラは クリストファー・リーが伯爵を演じるハマーフィルムによる新しいシリーズに世代交代した。このシリーズの第一作、吸血鬼ドラキュラでは伯爵が太陽の光を浴びて壮絶な死を遂げ、これは吸血鬼のスフェラトゥで登場した吸血鬼は太陽光が苦手という吸血鬼の伝説を確立し、事実上の公式な吸血鬼の設定に変えた。リーは 7つの続編のうち2つを除いて、すべての作品でドラキュラを演じた。ストーカーの小説をより忠実に映画化したものが、フランシス・フォード・コッポーラ監督のドラキュラだが、この作品の伯爵は中世バルカン半島の悪名、高い支配者、ブラド3世と同一視されている。ストーカーのドラキュラを元にした、主流以外にも、シェリダン・レファニュのカーミラに触発された。 レズビアン・ヴァンパイアをテーマにした吸血鬼映画のアリューも登場した。もともと1936年の女・ドラキュラのザレスカ伯爵夫人もレズビアンであることが暗示されていたが最初に公然とレズビアンの吸血鬼が登場したのはロジェバディムのシトバラであり、より明確なレズビアン作品はハマーのカルンシュタインシリーズがある。イングリッド・ピットとマデリン・スミスが主演した。 ヴァンパイア・ラバーズは、レファニュの小説を比較的わかりやすく再現したものであったが、暴力や性的描写は、より露骨なものであった。ドーターズ・オブ・ドラキュラ、吸血淫乱姉妹など、このジャンルの皇族作品では、セックス、ヌード、暴力の描写がより明確になっている。1948年の、デコボコ・フランケンシュタインの巻がそうであるように、 吸血鬼はしばしばコメディ映画の題材にもなった。ロマン・ポランスキー監督の吸血鬼はこの分野の代表作である。他にもデビッド・ニーブンが恋するドラキュラを演じた吸血鬼やジョージ・ハミルトンがドラキュラ伯爵を演じたドラキュラとへ行くティーン・バンパイア、イノセント・ブラッド、バッフィ、ザ・バンパイア・キラーなどがあり、近年ではメルブルックス監督がレスリー・ニールセンを起用した。 レスリー・ニールセンのドラキュラや、タイカ・ワイティティとジェマイン・クレーメントがモキュメンタリーで表現した、シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアなどがある。吸血鬼映画の歴史のもう一つの特徴は、超自然的なホラーから SF 的な吸血鬼の設定に変化したことである。地球最後の男、地球最後の男をメガマンなど、リチャード・マシスンの小説、地球最後の男をベースにした作品がある。 これら作品では、吸血鬼化には、自然で、科学的な原因があると説明される。デビット・クローネンバーグ監督の、ラビット・デビット・ブライス監督の、レッド・ブラッド・ガールや、ブレード・三部作では、吸血鬼化が一種のウイルスによるものとして、説明されている。ブラックスプロイテーション映画、吸血鬼・ブラキュラとその続編、吸血鬼・ブラキュラの復活に代表されるように、 人種もテーマの一つとなった。このような作品のうち、ガンジャヘスは、2014年に、スパイクリーによって、ダ・スウィート・ブラッド・オブ・ジーザスとしてリメイクされた。ベラルゴ氏の、マジン・ドラキュラ以来、男性であれ、女性であれ、吸血鬼は常に情熱と欲望の象徴であり、魅力的なセックスシンボルとして描かれてた。クリストファー・リー、デリフィーヌ・セリグ。 フランク・ランジェラ、ローレン・ハットンなどは、吸血鬼を演じる際に、大きなセックスアピールを見せた俳優のほんの一例で、ある。近年では、吸血鬼映画の暗黙の性的テーマがよりあからさまになり、ゲイラ・キュラや、ブダペストの吸血鬼といった、ホモセクシュアル・ポルの映画や、ブラム・ストーカーの小説を、レズビアンのソフトコア・ポルノ化した、ラスト・フォー、ドラキュラなどが、代表例である。 一方では、ムルナウの吸血鬼のスフェラトゥで描かれたようなヨーロッパに伝わる恐ろしい怪物をテーマにした小さなサブジャンルもある。マックス・シュレックがムルナウの映画で演じたこの役はベルナー・ヘルゾーク監督のリメイク版のスフェラトゥでクラウス・キンスキーが演じた。シャドウ・オブ・ヴァンパイアでは、ウィレム・デ・フォーがマックス・シュレックを演じるが、この作品におけるシュレックは 本物の吸血鬼という設定である。スティーブン・キング原作の資料伝説では、吸血鬼は恐ろしく単純な生き物であり、エロティシズムはなく、他人の血を吸うことしか考えていない設定である。アナザーサイドストーリー、ドラキュラ伝説の主人公である吸血鬼のラドも、長い指や爪、全体的にグロデスクな顔立ちなど、その外見の影響を受けている。このタイプの吸血鬼は、 映画30デイズナイトにも登場する。ピーター・カッシングが演じるバンヘルシング教授が吸血鬼に食いを打つシーンほとんどの吸血鬼映画の主役は吸血鬼ハンターであり、ストーカーのエイブラハム・バンヘルシング教授がその原型となっている。しかし、吸血鬼の殺し方は同じとは限らない。ストーカーのヘルシング教授は心臓に悔いを打つことしか手がなかったのに対し、 ジョン・カー・ペンター監督のバンパイア最後の聖戦ではジャック・クロウが重装備の吸血鬼ハンター部隊を率いている。バッフィ、ザ・バンパイア・キラー及び同作をもとにしたテレビドラマバッフィ、恋する十字架の主要人物であるバッフィー・アン・サマーズは物語の展開によって超人的な力を得る。映画において最も有名で人気のある吸血鬼はドラキュラ伯爵である。 この邪悪な伯爵を描いた映画は何十年にもわたって数多く撮影されており、中には映画史に残る吸血鬼の描写とされるものもある。ドラキュラはこれまでに170本以上の映画に登場し、ホラー映画の中で最も頻繁に描かれているキャラクターであり、これは映画全体で見たとき、シャーロック・ホームズに次いで最も多い。日本ではアマチ・シュベルが吸血鬼。 竹中を演じた女吸血鬼があり、これが日本映画における最初の本格的な吸血鬼映画とされる。また、女吸血鬼を題材とした作品としても早い段階で池内淳子が演じた花嫁吸血魔がある。正確には妖怪映画だが吸血鬼や地方数怪物を西洋妖怪として登場させる作品もあり、古くは妖怪大戦争がある。 これに登場する吸血の怪物大門は大官になりすまし、屋敷暴行の名目で呼びつけた若い娘や子供の生き血をすする。上記の作品以外にも山本道夫が監督を務めた血を吸うシリーズが知られており、うち、呪いの館たちを吸う目と血を吸うバラで吸血鬼を演じた岸田森はカルト的な人気を得た。ファーザーリーディング、ありがとうございます。